ログ予定で登場の中村森重選手にお話をお伺いします。よろしくお願いします。お願いします。見事ユースということですが、どうでしょうか。ここまで船橋長かったシリーズですけども。そうですね、初日とかはちょっと当てなかったんですけど、だいぶちょっとプレプレ叩いて、はい、だいぶエンジン勝率に近づいてきたかなと、と思うんですけどね、はい。レース見ててもね、癒やしてると思うんですけども、ちょっと不満なところってありますか、他に。やっぱり乗り心地が、はい、水面も慣れてないからと思うんですけど、はい、さあそのあたりどうしましょうか、調整の方今日は。もう微調整ですね、はい。もう最悪の場合は乗り心地無視して船橋重視で。そうですね、はい、ありました。スタートねちょっと不安定なんですけど、どうですか今節決まり具合とかはご自身で。早すぎるもんでちょっと難しいです、はい、ちょっと感動合ってないかな、はいはい、今日もねちょっと追い風予報なんで、そのあたり集中ですかね。そうですね、はい、わかりました。6号艇です。コース含めてどんなレースになりそうですか。また枠なりです。動かず、はい、展開はしっかりつけるかなと。そうですね、それぐらいにしていきたいと思います。わかりました、はい、それでは最後に、ね、もう一言ファンの方意気込みよろしくお願いします。はい、一生懸命頑張ります。